で、そんな限定ボイスとともに購入レシート、レシートマストバイキャンペーンも行っていて、まあ、ターゲット的には中高年マダムってところでハガキのキャンペーンも多そうですが、ウェブ応募限定で純烈メンバーのトークっていうのを完了画面でベタ付けでプレゼントしていると。だから未だにこう普通にやるとハガキが多くてって悩んでる企業様は多そうなんで、こういうウェブだとこういうのがありますよみたいな流れっていうのは未来のためにも非常に有効だと思います。